東京都内で新たに新型コロナウイルスの感染者が確認されました今入ってきた情報によりますと新たに感染が確認されたのは50代の女性1人ですこれで東京都内の感染者は死亡した1人と重症者5人を含む41人になりました